こんにちは。研究ニュースの永楽です。今週の推奨馬なんですが、土曜日福島の6レース、ポップシンガーという馬を取り上げました。夏以来、お休みしてたんですけれどもね、休む前、札幌、函館から札幌に輸送して、体重が減って、惨敗したんですが、一息入れたことですっかり立ち直って、今週追い切りに乗った津村騎手も、僕が乗った春よりも随分と良くなりましたと、そういう話をしてくれました。最近は芝を使っていましたが、春にはね、中山のダート戦2で勝っていますし、どちらかというとスマートファルコン3区ですし、ダート向きだと見ています。久しぶりの今回がね、絶好の狙い目だと思って取り上げました。本戦メンバーなんでね、まず単勝と副賞を買って、あとは馬連を手広く買いたいと思います。3番13番、10番13番、5番13番、このあたりを本線に、そうですね、9番13番、1番13番、12番13番と、もう少しね、広げてもいいかもしれません。京都で G1 のエリザベス女王杯が行われます。ここではルージュバックをね、本命にしました。まあ大竹厩舎が担当厩舎なんでね、この馬との付き合いはもうかなり長くなって、裏切られたりね、良かったりといろいろですけれども、前回オールカーマーをね、約1年ぶり毎日王冠以来勝ちまして、その後また放牧を挟んで G1 へということなんですけれども、まあ今週の動きを見る限りね、この馬の本当にいい頃の動きが戻っていると、まあそういうふうに判断しましたし、クラブの規定で来年の3月には引退しなければいけないんで、もう G1 を狙うチャンスというのはね、本当に数少なくなってきたんで、まあ究極の仕上げというかね、かなり力入っていると思います。一昨年に3歳児にね、エリザベス女王杯に挑戦したんですけれども、その時は夏札幌記念を使うというプランがあったんですけれども、熱発して使えずに、オークス以来ぶっつけの挑戦になったんですけれども、そこで4着とね、それでも健闘してますし、やはり能力が高いのは間違いありません。今年はね、本当プラン通り馬もしっかりして、オールカマを勝ってここに迎えるということでね、非常にこういいローテーションですね。まあ G1 を勝っていないんでね、まあここに入ると格下感はあるんですけれども、もともとオスマ相手にね、3歳児に重賞を勝ったようにね、期待されている馬ですしね、いよいよ G1 を取るのは今回じゃないかなと思って狙いました。まあ外枠に入りましたけどもね、なんていうんですかね、どんなレースでもできる馬なんでね、その辺は問題ないと思います。まず単勝を買って、そうですね、G1 ホースのビブロス、ミッキークイーンあたりを本線に、モズカッチャン、ディアドラ、スマートレアあたりに流したいと思います。生まれんでいきます。16番、17番、10番、17番を本線に、5番、17番、11番、17番、12番、17番、このあたりまで買いたいと思っています。